どうも、山田龍です。ガジェットの話をね、ちょっとこう続けたいんですよね。前回ですね、iPad Pro をちょっと1ヶ月、2ヶ月使ってみましたっていう話をし始めたんですけれども、まあその中で僕が一番やりたかったことは、パワーポイントをまあここに表示させて、でこれを、プロジェクターにつないで、でこれでこれだけでプレゼンができるんだったら、あとの僕がやってるのはもうメールのやり取りとかメモしたりするぐらいで、あと手書きで何かを書いたりしてるぐらいなので、そういう意味ではもうノートパソコン自体持ち歩かないで iPad だけ持ち歩くってことでいいじゃないかって思ったわけですね。ちなみにそれより前はですね、 iPhone だけでもいいじゃないかって思ったんですね。でも iPhone だけで何が問題って、メモが、手書きのメモがしにくい、手書きのメモがしにくいです。 iPhone だけでも、Bluetooth のキーボードあればメールのやり取りは結構大丈夫ですね。なんか横にポンと立てるやつがあって、その手前にあの Bluetooth のこう折りたたみのですね、持ち歩きの型の、あのキーボードさえあればわーっとメールすぐ打てますから、指よりも簡単に打てますので、でそれができるんだったら1泊2日ぐらいの出張はそれで対応しつつ、PowerPoint のプレゼンって言ったらもうこの中からここでつないでやっちゃえばいい、これできるなぁとは思ってたんですけど、唯一ですね、思いついたことや他の登壇者の方が喋っている内容を手書きでメモしたり図で説明したりしたい、この図を作ったやつをうちの事務所のスタッフに送って、なんかプロジェクトの方針を説明したりする、まあ、こういうことはできないですね。これちょっと画面がちっちゃすぎて、でその意味では iPhone だけでなかなか難しいところ、 iPad があれば、まあ、手書きできますん でこの手書きしている内容自体もプロジェクターに示すことができますんで、ちょうどさっきの講演者の方が言ってたこういう関係性等みたいなやつを前に映し出すことができ、切り替えると PowerPoint で話を進めることができると思ってたんですよ。だからこの iPad も買ったし、まあ、出張これだけで行けたらいいなと思って、その充電のケーブルをなるべく少なくできるようにみたいなことも考えてたんですが、どうもですね、この iPad って iPhone もそうなんですけど、実はマルチタスクができているようであんまりできていなかったってことが分かったんです。マルチタスク、つまり、今何かアプリを立ち上げてます。今これは僕はあのワンノートっていう手書きでこうメモを取るアプリが立ち上がってるんですけど、これを下からシュッとこう上げてですね、で他にいろんなソフトがこう立ち上がってると、の次のソフトを選んだりしますよね。選んだりするんですけど、パワーポイントを使っている場合ですね、あのそのパワーポイントを選んだら、そのパワーポがピッと大きくなってから、ファイルを開こうとするんですよ。なので例えばですね、講演会の時に、まあ、自分が席についている時とか、プレゼンテーションより前にちょっと重いソフトだったらパワーポ立ち上げときますよね。立ち上げときます。ちょっと重いです。僕の場合は前も言った通りですね、こうスライド枚数が4300枚入ってるので、パワーポイントの4300枚、まあまあ100枚でもいいでしょう、100枚のスライドで画像結構貼ってあるとすぐは開かないんで、ちょっと時間がかかるから先に開いておきますよね。で開いておくんだけど、開いておいたやつを山崎さんお願いしますって言われたら前出て行ってつないでピッて出すなら、これは全然問題ないです。ここに開いているものの画面をそのままにしておいて、でそれをこうつなぐってことにするのでそのまま映るんですけど、ちょっとさっき言ったみたいに前の登壇者の話をメモしたいなと思って、パワーポイントではなくてパワーポイント一回開いて準備したんだけど、もう一回それをですねワンノート開いてちょっとメモしてみようと思って、まあ、パワーポイントはこの後ろで開いてるはずだから、パワーポイントも開いてるはずなので、ワンノートでメモを取った取って、前の話面白かったなということで、さてじゃあ山崎さんよろしくお願いしますって言われて、このピッてつないで、まずワンノートで書いたメモをまず前に示して、先ほどの方の話すごい面白かったですと、で僕はこういうところが参考になりましたと、でついてはここの部分について僕も取り組んでるのでちょっとそれパワーポイントで説明しますねって言って、でこれ下からシュッと上げて、パワーポイントもう立ち上げてあるはずのパワーポイントですね、もうすでにさっき立ち上げておいたパワーポイントをピッて押すとですね、実はそれはもう一回閉じてあるんですよ、この iPad の中では。でもう一回それを立ち上げ始めるんですね。だからせっかくさっき立ち上げておいたので、もう再生ってやればすぐ始まるはずだったやつが、なぜかそのファイルを一回閉じちゃって、でパワーポイントをもう一回立ち上げた時に自動的にそのファイルを読み込もうとするので、
例えば4300枚のやつだと3分ぐらいかかっちゃったりするんですけど、3分間ずっとこれがくる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 回ってる状態が前に映ってるんですよ。で、これはちょっと都合悪いなと思いました。っていうのはパソコンっていうのはそうなってないんですね。パソコンの方はですね、前に立ち上げといたやつを例えば小さく最小化すると、最小化したところでまだ立ち上がった状態のまんまになってくれているので、別のワンノート見せておいて、でワンノートで話をしておいて、これプロジェクションしてたとしてね、プロジェクターでやってたとしても、ワンノートをじゃあちょっと最小化して今度パワーポイントを出してこいよって言ったら、立ち上がったまんまのパワーポイントが出てくるので、再生ってやればビュッと再生できるようになるんですけど、 iPad Pro の場合はですね、パワポを立ち上げておいて、次にこれをちっちゃくしてワンノートを立ち上げると、ここでもうファイルを閉じてるんですよね。なのでワンノートをちっちゃくすると、これまたワンノート閉じるんですけど、今度パワポをでかくすると読み込みから始まっちゃうってことになって、これもちょっと追いつかないなってことになります。これ iPhone も一緒でした。 iPhone も一緒で、最小化すると閉じちゃうんですよね、ファイルを。だからこのファイルが軽い場合は大丈夫です。例えばパワーポイントの枚数でも10枚15枚ぐらいのものであれば、もう一回立ち上げた時 もう1秒ぐらいでパッと立ち上がってくれるので、そこから話し始めればいいから、そんな問題はないです。それからそういうふうにマルチタスクで2つのアプリを行き来しながらプレゼンテーションしようとしなければ大丈夫です。つまりワンノートでメモしたものとかをちょっと出して、ちょっと先ほどの話整理しますと、こういう論点とこういう論点とこういう論点ありましたよねって、ついさっき手書きで書いたやつを示しておきながらですね、でこの第3の論点についてなんですけど、パワポでっていうふうに入れ替えようと思った時、パワポが最初から読み込み直すというのはこれ使えないなと思います。だからこういうどっちかを行き来し、2つのソフトを行き来しながら喋ろうって思う人にとっては、パワポ、違う iPad Pro、 それから iPhone、これ向いてないなと思いました。で、僕の場合もかなりの確率で、パワポだけで話をしますので、実際 iPhone でもいけます。 iPhone で最初から順番にこうビャーっと話をしていくっていうことでできるんですが、ちょっと画面がちっちゃかったり、僕ちょっとリンク飛ばしたりクリックするので、そういう意味では iPad の方が大きくて押し間違いがないのでいいというのはあります。ただせっかく iPad を持ってきてるなら、やっぱちょっとなんかその場で思いついたことをメモしときたいし、メモしたやつをみんなにこう見せたいなって思うとき、やっぱりちょっとこの iPad だとアプリの行き来が毎回閉じて読み込み直しみたいになるので、これはちょっともう向いてないなというふうに思いましたね。ということで、やっぱりノートパソコンを持ち歩くということにならざるを得ないのかなというふうに今のところは思ってます。で、ノートパソコンだとだけど手書きができないじゃないかっていうことがありますよね。ノートパソコンって大体のノートパソコンは手書きができませんので、タッチパネルになってませんので、そういう意味では iPad も持ち歩かなきゃいけないことになるんです。で、iPad で、ワンノートならワンノートを立ち上げておいて、こっちはメモをいっぱい書く。それでノートパソコンの方はパワーポイントを立ち上げておく。で、この2台を入れ替えればいいってことになります。これ何っていうと、具体的にこの HDMI ケーブルを差し直すってことですね。メモの方をみんなに示したいときはブチって抜いて HDMI を、でここに挿すと、iPad の手書きのメモがプロジェクターに反映されるわけです。で、パワポ行きたいなと思ったらブチッと抜いて、でパソコンの方に挿すと、そうしたらパソコンの方はパワーポイントが立ち上がってますから、そっちの話になるということで、これかなり不細工なんですけど、このやり方がいいかなと思ってます。というのは、もちろんですね、ネットがピキチリいってればこっちで書いたものをですね、即座にクラウドに上げてくれて、ワンドライブに、ワンノートがね、ワンドライブに上げてくれて、でこっちのノートパソコンもインターネットにつながってる場合は、こっちのワンノートにこの画像が、手書きの画像が行ってくれるので、もしそれがささっと行ったなら、もう1台のパソコンで HDMI つないどいて、でワンノート立ち上げて話をし、それを閉じてパワーポイントで話をし、ここ行き来を1台のパソコンでできるようになりますね。だからもしネット環境がしっかりしてるなら、1台のパソコンで即座にですね、しっかりとワンドライブ経由でワンノートのメモをノートパソコンの方で表示することができるようになりますが、ただ僕のパソコンには SIM カードが入ってませんので、
なんかテザリングとかしながらよいしょよいしょなんつってやらなきゃいけないということです。ちょっとその準備ができないなっていう場合はもう HDMI ケーブルを抜き刺してこっちまでってやるっていう、そういうやり方しかもうないかなっていう気がしています。まあまあだからちょっと2台持ちかなっていう気がしていますね。結局そこかよっていう感じですね。結局そうかよっていう感じなんですけど、ただ今度ですね、これ2台持つっていうことに対しての重さを比較してみたんですよ。重さ比較をしてみたんですが、重さ比較からしてももうこれは2台持ちかもなっていう気持ちになってきたということで、これガジェットまた続きますが、またこれでみんな再生してくれなくなるし聞いてくれなくなると思うんですけど、重さ比較を次の動画では皆さんにお伝えしようと思います。どれやったんだったっけな。だからまず iPad の iPad Pro とそれから自分のノートパソコンを持ち歩くっていう風にした場合どうなるかっていうことですね。でこれはあの、まあ、富士通のなんていうやつだったか忘れましたけど、世界で一番軽いっていう風に言われているパソコンです。なので世界最軽量って言われてたやつですが、それがなんていうやつだったか忘れちゃいましたね。 FMV のなんかですね、ノートパソコンなんですけれども、これ今ここに使ってるのはまさにそれなんですけど、634g なんですよ。めちゃ軽いんです。このキーボードもついてるノートパソコン自体が。なので2台持ちっていうのが可能性あるんじゃないかなと思っていまして、まあそのノートパソコンと iPad を2つ持つのか、それともそれが1台でできるもの、富士通でいうとルークスっていうやつがあるんですけど、このルークスがどうなのか、それからまあ一番に Windows ユーザーが思いつくのはこれを1台にセットしたら何になるって Surface ですね。 Surface Pro の9が出ますので、 Surface Pro 9に1台に集約してみたらどうなのか、この辺を重さをですね足してみたんですよ。そしたら結論2台持ちかなってなった。この辺詳しくですね次の動画でお話ししたいと思います。皆さん、お待ちかねのガジェットの話続きますんで、ぜひまた、次の動画を見ていただければというふうに思います。ありがとうございました。